はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずきこそれでは今回なんですけども、キャッシュ今後の活用方法、オリガインペイや楽天ペイと組み合わせて、増税後のキャッシュレス消費者還元を含めて簡単解説ということで、先日、あの、オリガインペイの10月からの還元率が発表されたので、まあ、それを踏まえて、ビズバブリペイドカードのキャッシュとの還元率などをシミュレーションしながら、簡単にお伝えしていこうと思います。 そもそも、キャッシュって何ぞやということなんですけども、今出てる、まあ画像のようなカードで、ネットショッピングでも使えたり、ビザが対応してる実店舗でも使えるプリペイドタイプのカードのことです。このキャッシュの特徴としたら、キャッシュ単体でも便利なんですが、他のオリガニペイ、楽天ペイなどのペイ関連のサービスと組み合わせたらさらにお得になることで結構愛用されてる方が多いですね。ということで今回大きく3パターンに分けて、サクッとお伝えしていこうと思います。まずは、このキャッシュ単体、そして、キャッシュプラスオリ ペあとはキャッシュプラス楽天ペイという感じですね先にお伝えするとキャッシュで消費者還元のお店で支払った場合について主にピックアップしていますまあ、キャッシュで消費者還元ではないお店だとまあ、今からお伝えする還元を受けることができませんのでご了承くださいまず一つ目はキャッシュ単体の場合の還元率ですねキャッシュのリアルカードを発行済みの方の場合は実店舗もしくはオンライン決済のみの場合100円につき1%が還元されますそしてリアルカードを発行しておらずバーチャルカードのみの方は 0.5%の還元とということですねそして、キャッシュレス消費者還元のお店で、キャッシュ単体で決済したらこんな感じです。リアルカードを発行されている方の場合は、キャッシュの1%プラス、キャッシュレス消費者還元の2%もしくは5%が加わって、合計で3%もしくは6%が還元されます。次に、リアルカードを未発行で、バーチャルカードのみの方の場合は、 キャッシュの0.5%プラスキャッシュで消費者還元2%もしくは5%となって合計で2.5%もしくは5.5%の還元となります、まあ、もしキャッシュを今後も実店舗もしくはネットショッピングで利用される場合はリアルカードを持っておく方がお得になりますね、まあ、ちなみにネットショッピングの場合は楽天市場やヤフーショッピングなどの一部のショップがキャッシュで消費者還元の対応となっています 次に、キャッシュプラスオリガインペイの場合なんですが、数日前にオリガインペイの10月以降の発表がされました。まあ、今回はキャッシュの動画なので、オリガインペイの銀行口座のパターンは一旦省いてます。まあ、10月以降キャッシュとオリガインペイを連携して、キャッシュレス消費者還元のお店で支払う場合がこちらなんですけども、キャッシュプラスオリガインペイの1%プラス、キャッシュレス消費者還元の2%もしくは5%だと、 合計で4%もしくは7%の還元となりますそして、キャッシュにはクレジットカードと連携して使われている方も結構多いと思うので、クレジットカードの還元を1%として考えると、キャッシュの1%プラス、オリガインペイの1%プラス、キャッシュで消費者還元の2%もしくは5%プラス、今回のクレジットカードの1%となるので、これで合計が5%もしくは8%になるということですね。 最後、三つ目は、キャッシュプラス楽天ペイの場合ですね。まあ、楽天ペイは増税後もキャッシュレス消費者還元のお店が2%や5%関係なく、統一して期間中5%の還元を発表しています。まあ、楽天のポイント還元などちょっと細かいところを省きまして、楽天ペイの5%還元で考えられるとこちらですね。まあ、今出てる通りなんですけども、キャッシュの1%プラス楽天ペイの5%、これはキャッシュレス消費者還元の2%もしくは5%含んで、これで合計で6%。 5の還元となりますこちらも同じく、キャッシュにクリジットカードをくっつけた場合なんですけども、クリジットカードの1%プラス、キャッシュの1%プラス、楽天ペの5%で、これで合計が7%となります。 ま、今お伝えした内容をざっとまとめるとこんな感じです。キャッシュの単体であれば、リアルカード発行している場合は3%もしくは6%。そして、バーチャルカードのみの方の場合は2.5%か5.5%の還元。そして、オリガインペイとキャッシュくっつけた場合は4%もしくは7%の還元を受けることができて、キャッシュとクリジットカードを紐付けた場合、これでオリガインペイで決済をしたら5%もしくは8%。楽天ペイの場合だと、楽天ペイとキャッシュの場合は6%の還元。 キャッシュにクレジットカードを紐付けて、これで楽天ペイで決済した場合は7%の還元という感じですね。まあ、今回冒頭でもお伝えしたように、ここに出てるのは主にキャッシュレッシュ者還元のお店で決済したらこの還元率になりますよということになります。まあ、こうやって見たら、クレジットカード、キャッシュ、そしてオリガインペイの3つを組み合わせた方が8%還元ということで、まあ、実質の還元率は高いように見えます。しかし補足なんですけども、先ほど少し省いたオリガインペイの場合は、 銀行口座と連携したら、オリガインペイ単体でも、最大で8%の還元を即時受けることができるので、まあ、ちょっとそこもまた際どいところかなと思います。そしてクレジットカードについても、今回は1%還元の例えにしてるので、キャンペーン中で還元率が高いクレジットカードを加えてみたりすると、まぁいろいろと工夫するのも面白いかなと思います。そんなこんなで今回は増税後のキャッシュの活用方法について解説しました。まあキャッシュの還元率が落ちていろんな意見はありますが、実際に審査なしで作れ なおかつプリペイドタイプで1%還元を出すキャッシュもまた魅力的なカードだと思うのでまあ今後も何かと役に立ちそうな気はしますまあぜひですねキャッシュについてあとはオリガンペや楽天ペイに関する公式のリンクも下の概要欄に載せておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました